BMPT テルミナートルは、ロシアの装甲戦闘車両である。BMPT とは、ボイバヤマシナパダーショッキータンクオブの頭文字を取った、もので、ロシア語で、戦車支援戦闘車の意味である。BMPT は、第一次チェチェン紛争の戦訓から、戦車に随伴して、敵不評による対戦車攻撃から戦車を援護するための車両として、開発され、 旧式化に伴って予備兵器とされた T-72 の車体を流用して砲塔を換装し、いくつかの装備を追加したものである。機関砲及び機銃による制圧射撃のほか、自動的弾発射機を用いた近接制圧によって敵不評を相当し、堅固な建造物や遠平陣地に立てこもる敵に対しては、誘導ミサイルによる長距離からの正確な攻撃を可能としている。 なお、車体内に不評を収容する能力はなく、走行兵員輸送車もしくは不評戦闘車としての運用は不可能である。ロシア連邦軍では気候部隊に T-90 と混成して装備する主力戦闘車両の一つとして2005年から配備を開始した。当初、ロシアも批准しているヨーロッパ通常戦力条約により BMPT の予定数調達は 不可能とされたが、ロシア国防省は、BMPT は、戦車でも、兵員輸送車でもなく、条約締結の時点で存在しなかった新カテゴリの兵器なので、同条約には規定されず、報告の義務も、保有数の制限もないとして予定通りの数を装備することを公言していた。しかし、ロシア連邦軍の機候装備に対する方針の変化と、予算面の問題から、2010年をもって、 調達は終了した。その後、砲塔や車体の設計に改正を加えた同コンセプトの後継車両が開発されており、兵器操作の自動化をさらに進め、乗員が5名から3名に削減され、車体重量を47トンから44トンに軽量化された BMPT-72 ターミネーター2の名称で発表されている。さらに、アルマータの車体を利用した。 ターミネーター3を開発中である BMPT は戦車2両に対して本車1両の単位で運用され、主に紫外線において戦車を援護する5名の乗員には充実した周辺視察装置が与えられており、従来の走行戦闘車両の弱点である視覚からの不評による近接対戦車攻撃に対応する能力に優れている夜間暗視能力のある視察装置によって、 昼夜の区別なく周辺警戒が可能である。本来は戦車を援護して対戦車攻撃に対して迅速に反撃するための車両であったが、搭載兵装の取れる車格の広さから不評支援車両として紫外線における対人相当戦闘に活用され、第二次チェチェン紛争においては対ゲリラ戦闘車両として徴用された。BMPT は t の車体を t 9 2順次て改装したものに完全新設計の砲塔を組み合わせた車両で、砲塔は並走と視察、標準装置のみが車体上に配置されており、砲塔内に登場する乗員2名はターレットリング下の車体内部分に登場している。乗員は砲塔内右側に社長、左側に報酬、車体全部中央に操縦士が一致し、他に車体全部左右、 操縦士の両脇に各一名の観測試験一定が登場しており、周囲の視察と車体に装備された兵装の操作を行う。いずれの乗員に対しても周辺視察能力を高めるために多数の外部視察装置が備えられており、各乗員席には最低一機の夜間暗視装置能力を持つ視察装備が備えられている。ロシアの開発した戦闘車両としては、 異例の高度な火器完成装置を備えており、高い高進感射撃能力を持つ。兵器ショーや公開演習でのデモンストレーション走行では、砲塔を一定の方向に向けたまま360度の超新地旋回を行うという高度な軌道を実証している。砲塔正面より砲塔中央部には、オーバーヘッド式に 2A40 リ、mm、メートル機関砲を連装式に装備し、 機関砲収納部の上部には1機の PKT 7.62mm 機関銃が副武装として装備される。砲塔側面左右に、それぞれ1機の QM120 アターカ対戦車ミサイルの連装発射機が装備されており、いずれの兵装も大きな不要格を取ることができる。QM120 アターカ対戦車ミサイルは、ヒート弾頭型の他に、サーモバリック弾頭型も、 使用可能で本社の場合は対戦車戦闘用としてよりは対人戦闘を主体とした運用を念頭において装備されている。車体中央部の左右に配置された装甲箱内には AGS-30 もしくは AGS-1730mm 自動的弾発射機が装備されており、これは限定的ながら上下左右にか働けさせることができるようにマウントされている。 砲塔後部右側には360度全周旋回可能な複合視察、照準装置が装備されており、周囲を捜索するとともに、兵装の照準とミサイルの誘導を行える。砲塔の全部左側にも、前方固定式に同様の複合サイトが備えられている。この他に、砲塔基部左右には、円幕弾発射装置があり、前方から2機、3機、1機の発射灯が配置されている。 冒頭機部右側の円幕弾発射灯 QM120、アターカ対戦車ミサイルの発射灯スキ型地雷、処理装置を装着した BMP-T、ロシアンエキスポアームス2009で展示された、車両車体前面には、増加装甲が装着されているほか、車体側面には、T、T-72、T-90 のようなゴム製ではなく装甲板の、サイドスカートを装着しており、 側面中央部は、砲塔基部を防護するために一段高い装甲板が装備されている。このほか、車体後面には、ヒート暖房魚用のスリット醸造化装甲を装着している。また、車体前面及び、側面、砲塔前面には爆発反応装甲を追加装着することが可能であるとの資料もある。標準用レーザー光線の検知装置を方等及び、車体の各所に備えるほか、 砲塔中央部側面には、円幕弾の多連装発射機が装備されている。車体及び砲塔は完全な余圧式クブラン、防護装置を備え、汚染管強化でも行動可能である。車体は観測主席が設けられた他には、基本的に T-90 と同一であり、固有の乗員以外に兵員を搭載させる能力は持っていない。乗員と、予備弾薬以外の積載スペースはなく、 銃眼などの装備もないため、兵員輸送車両としての使用は、設計段階から考慮されていない。左側面後方より、左側サイドスカートの排気口付近は、スリット走行となっている。後面スリット走行が装備されている。ありがとうございます。